牛丼通学を別の言い方で注文してみよう企画第5弾、やい！えい！はい、ということでね、牛丼通学を、別の言い方で注文して、果たして牛丼通学が出てくるのかっていうのをね、実験してみようと思います。今回で5回目です。それでは早速ね、今日はこのに行ってみましょう。行きましょう。牛丼並で、はい、梅雨の恩返しでお願いします。牛丼並と牛丼並 の、はい、あの梅雨に支配された米と肉の悲しい物語。あ、ダクダクって方ですか。あ、梅雨ダクダクって言うんですか。あ、ダクダクで、あ、すいません、ダクダク、はい、ダクダクか。じゃあ、並でいい。あ、並でいいですか。牛丼並で汁のシルバニアファミリーなんですね。たくさんで、たくさんでもうひたひたですか。ぐちょぐちょのどっちも2つともぐちょぐちょ恩返しぐらい、恩返しぐらいに、はい、はい、で以上でよろしいですか。以上で、はい、花子さん、これお茶漬けみたいです。お茶漬けやな肉茶漬け肉茶漬け